和骨です。和骨レモザイクさん、チュパオさん、いらっしゃい。早いね。あーなんかディスク入ってるし。和骨です。もうちょっとやりたかったゲームが入ってた。入りっぱなしだった。あーじゃああれもやろっか。あれなんで俺やってないんだ。これもやろう。あこれ最後に、いや最後じゃねえな、次だな。よし意外とあったやるものが。おい引き続きよろしく。ケーブル絡んでる。まあこれはちょっとあれだ、これは多分持ってなかったっぽい。つかなかった。タケポンさん、あれ嫌がついてるよ。タケポンさん、兄さん、兄さんじゃない。あれこれ、あーコントローラー刺さってね。コントローラーどうした。あらどこ。初見です。ジムのコメリンから飛んできました。便所。嘘マジそんな人いるんだ。便所さんってひどい、名前がひどい。ちょっと待って。コントローラーはどれ。これからこう来てこうなってるからこれだ。あったー。なんかちょっとミディっていうか、なんかストーリー花札わかんねえ、もう忘れたよ。いやープレイヤーミヤムニスか。今日は何というかなんというかなゲームが多いですね。今日はちょっとなんか微妙な、いつものハードオフとも違うゲームが多いですね。あーちょっと待って。あー大丈夫、まだ大丈夫。アニメも流れんか。まあアルトランだからしょうがない。あーべエルフを脱がして回るなんてエルフの長として許すわけにはいかないわ。あったな、そんな話だったな。邪魔したければ邪魔するがいい。空手の奥義を教えてやるぜ。か、魔法に空手で勝つ。エロゲかな。それでも私たちは日本に帰るの。遅れはコツです。あ、いいらしい。そんな話だったんだ。なんか裸にして何かを確認するんだよね。なんか体になんかこう入れ墨じゃねえよ、なんかマークがあるエルフがいて、それを探してる。そう、 BGM 謎だな。どうしてもというなら私を倒してからにしなさい。深夜アニメで見た覚えがある。うん、そう深夜だよね。あれベンジョさん馴染んでる。ねえこれエロいの。エロい、ちょっと若干お色気。サタン版ですね。サタン版、これプレステですよ。熱い。親を決めましょう。プレステで版はないでしょ。サタンはあるけど。何がすげえ顔してんだけど、ひげ下水顔になってんだけど。そうなの、プレステは持ってなかったから多分ね。いや持ってるかもわかんないけど、まあいいやと思って、安いから180円で。これ光ってるやつ出せるね。うるさいな、気合入りすぎる。花札面白いんだけどな。もうルール忘れちゃったよ。花札です。もう光ってるやつがないから出さなきゃいけないから。雨取られたよ。一つもないよ。どうしよう。何いい顔すん。心配ない。頑張って。頑張る。心配あるだろ。顔がやばいもん。勝負。え？場に出てる札と共通点のある札を出すんだったっけ？そうそう。ちょっともうちょいやるとか、うちお母さん呼んでこうか。母親が花札めっちゃ強いから、てかギャンブル強いから。うちのばあちゃんにこう教育されてるから、助教師に。ああよ取られていく。おサマーウォーズみたい。サマーはサマーウォーズか。そんな話だったっけ。なんか札がついてるやつが多いといいんだっけ。忘れちゃったよ、もう。
おおあのよろしタン、赤タン、青タン出会ったはず。ああ、あ、なんか役が揃ってきてるっぽ。あ、全部なくなったらどうなる。なんかターン、ターン、さすがね、グーグーされた。懐かしいか。俺花札意外と好きなはずだったんだけども、井上でターン。あ、これが全部揃ったらとか長そうだね。やめようか。早い、くじけるの早い、くじける自信ある。青い短冊と赤文字が書いてある短冊が点数高めになるみたいな。じゃあそれが取れるタイミングを逃すなと。ああ、これはまあいいよ。ずしずし。場のやつがなくなっちゃった。花札は確かに。エルハザードもびっくりだよ。なんか揃っていくね。こいこいって月に酒か花に酒作って逃げるゲームだよね。逃げるの。ハイブ杯、桜、木を拾っておけばいいんじゃね。あー、最後のゲームで参考。最後のゲーム。あ、違うよ、全然まだ手強いみたいな。あと2本。まだまだだ。負けたんでしょ。顔やべえな、これマジで。は2枚で5分なので狙いやすいですね。杯の概念さんやばい。参考とか4光当たり見てみたいな。見てみたい。イノシカチョウとか。いい、あら、勝ったの。勝負ってどういうこと。どっちがいい、どっちがいい、これどっちが勝ち、これどっちをやればいいんだ俺は。ホイコイは勝負、え、勝負、勝負。肩パッドすごい。肩パッドすごい。勝負すると何が起きる。あ、終わりになるんだ。へえ。なんかあんまりあれだな。あ、3回戦か。上がり、上がりなんだ。勝負は勝負じゃないじゃん。なんか左上のやつどうだったっけ。あいつ、ああ、そっか。うおー、カスなんだね。なんもないやつね。いくらコイコイで引っ張っても相手がゴミ液で勝負しちゃえば流れるので、これはどう。勝負したら安全だけど点はあまり稼げない。あ、はいはい、間違えた。あ、でも来たけど。もっと増やせるんでしたっけ。そんなに気合い入れなくても、笑、うん、相手が分になりちゃうよ。相手がでかい手でコイコイしたらさっさと勝負して流した方がいいとか言うとか。相手が高い液揃えてたからさっきのは正解。へえ、なるほどね。狙う必要はないな。充電を利用中みたいな。あー、取れる。グシグシ。花見酒狙えた。花見酒狙えた。いらないんだよ。いらねえの、いっぱいす。あ、数って11枚揃ったらいい、強いの。塵も積もれば。ちょっと曲でかい。逃げよ。相手何も揃ってねえけど。すげえ悔しがってるわ。ブイ。ブイ。カス。カスってついたよ。おい、広告、この枠で広告かい。まあいいや、次にやるゲームがなかなかなもんだ。ずっと買うのいつ買うか悩んでたゲームだからいいわ。これなんか、これっていい役、役じゃねえ。いいカード？月見、ザケ。上がった方が結果的にはいい。はぁ、あ。これとこっちだとどっちなんだろう。これ、まさか相手をゼロにする必要あるの？なんの、なんだろうね。なんかめんどくさそうだね。かなり、揃ったなおい。うぅ。甲骨。甲骨。下のが良かったね。下のが良かった。雨かすなんだよ。雨かす。イノシシ見かけないな。捕らえるとき取った方がいいのか別に。うん、うん、種タン萌えキャラ結構手強いみたいな。2個光っちゃった。もうルール忘れちったな。いや俺も忘れたよ。リリーさんありがとう。コイコイされたよ。ナメフかな。ナメフされたよ。いやー1個しかないよ。もう取れた。
恋恋っていうのはまだ続けるぞって終わり。ええ何これ、やったー、なんか勝ったんだけど、何何、親剣、親剣来たよ、ゴリ剣みたいなもんだ。左上さんいらっしゃい。親はドローだと親が勝つ、それボクシングのルールっぽい感じ。両方上がれなかったからね。へえー、よくわかんない。貸してる PS が借りたくされるかもしれんで、テプラで名前シール。ははは、それそんな聞かねえよ。プレステ3レベルをパクロードしてるやつにテプラが聞くかな。ハンダゴテで字書いた方がいい。あ、これ花札全くわからんの。難か、あ、花札でもなんか確かすげえ面白かった気すんだよな。赤タンでいいの、赤タンでいいの、赤タン取られたよ。あー左、あー危ねえ、連打しちゃったよ。とりあえず証拠にはなる、証拠、そうだ、触らないからな。これ何派手、あーこれ赤タン、これか、青タンって書いてある。なーん、なーん、あーあー取れた、あー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 、何が起きる、あー月見花見が出たよ、娯楽が過ぎる。ここは顔やばい。花札は麻雀より運絡むから面白いね。あ、そうなの、あ、麻雀の方は運絡まないんだ、あんまり。勝負されたよ。赤は5枚、青は3枚で上がりだって。なんだよその銀なら5枚みたいなシステム。これ勝て、終わっちゃったじゃん。脱がされろ脱がされろ、せめて井上ほら、ほう、脱がされたのかな。いやー花札むずいね。あ、ほんと Wii U いいよ。なんか俺は Wii U 買ってほんとよかったと思う。なんでかっていうと、あの Wii のソフトがすごい快適だから。いや、あれはほんと助かるわ。さあ、じゃあこれを見て、あれを、あ、どうしよう、こんばんは。これエルフを狩る者たち。そう、終わっちゃったけどね、ごめんね。エルフを狩る者たちのなぜか花札。麻雀右自己回避ゲー。花札右相手に駅を揃えさせないゲーム。ええー。でももうすぐムズスゴ出るからプレステ4買ってくる。ああ、なるほど、ね。ビーハドにしたようだと思ってました。いや、そうね。違うのよ。HDMI なのよ。だからまあ360とかプレステ3に近いかな。は、まあスペック的にはね。ただ Wii のソフトが動く、HDMI で動いちゃうっていうのがすごい強みだと思う。バーチャルコンソールとかいっぱいあるじゃん。フェルソナは今年の終わりぐらい ?Wii のソフトも HDMI で。と思いきや。そうよ。バーチャルコンソールもだよ。ネオジオもだよ。わかんない。あのね、今日ゲーム屋さんでいろいろ聞いてきたんだけど、あれよ。プレステ4版の方がめっちゃ売れて、売れは予約入ってるらしいよ。あと、レトロフリークはもうやばいらしい。20台予約、あの、受注したのに、3台入るかわからんらしいよ。ものすごい少ないが、発売日遅れるんじゃねえかって言ってたね。ダライアスステアムで出る話。あー、いい話だよね。ダライアスの、あ、バーストのあれでしょ?新作でしょ?楽しみだね。プレステ4でも出るとか言ってたけど。野球だ。NPB。日本プロ野球、プロ野球ベースボールかな。え、いて。レトロは2時予約始まるらしい。マジで、これ進まなくなっちゃったんだけど、ダメだこれ。おい、進まねえぞ。おい、進んだ。リスクを抜いて刺したら進んだ。いわき来た。なんで音量ちっちゃいんだよ。夏井笑夏井俺ついに安かったんで買ったよ。そのまそのまへへへ誰これ。はい、ダメだよそんな。ライオンズにあんなとっぽいやついんだ。アケバンあったっけ。あったかもしんないな。あれ弁慶高校。お、誰だっけこれ、なんていうんだっけ。侍じゃないよ、野球不況の歌の侍ジャイアンツやろ。そうよ、西武ユニが懐かしいですな。西武ユニフォーム激闘プロ野球。おいグラえ水原勇気やね。水原勇気野球強だよ。
オリジナル戦士。それこれさ、完成し、オープン戦ペナント。どれやればいい？あ、あった。試合が来た。どことどこがいいのこれ？どこがドカベン？どこがいいのこれ？いいんじゃないの別に。でエンジン、エンジンで動く。セパ？一級、一級さんって言った。誰だよそれ。どのチーム取れば誰がいいのよこれ。どこが見たいかプロ、あの野球好きの人。俺野球好きじゃない、詳しくないから多分あんまいないと思うけど、ここには野球好きの人で見たい。誰がどこにいるかって俺わかんねえもん。困ったらセーブ。ダイエーってこれ？オールスター？オールスターってどれ？オールスターってどれ？これ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 ？パシフィックとセントラル。おお。オリックス。セーブと巨人も俺のいつものあれと。俺タイガースと巨人だいつもな。じゃあセーブと巨人行くか、具体的に言って。2つ言ってくれた。でもブルーウェーブと阪神水近鉄、近鉄とダイエー。阪神と近鉄、近鉄バッファローズ。オールスター、あーやっぱこれなんだ。ごめん、じゃあこれにする。無難。ドカベンと里中だから。あーどこどこ、巨人と西武。うわーいいわー、なんか全部見てえなー。ちょっと待てちょっと待て、オリックス、トノマみたいな、ちょっとな。オリックスは。だって、トノマぐらいちっちゃいキャラいないだろ、もうさすがに。オリックスってどこだ？オリックスブルー、ブルーウェーブ。懐かしい。なんでや、美少の巨人だっけ？誰だよ。里中、里中ロッテ。巨人が33で阪神が4か。それ何の話なの？ドカベンと里中だからって言ってきた。巨人か、西武か、西武。西武行っていい？これはじゃあ西武ドームなんだ。 33-4 するためにはまず3戦もしないといけないやん。へへへへ、なんだって、なんか嫌なことを参戦しなきゃいけない。久しぶりにステアっていうかさ、コールド負けになんない？本日は快晴です。あ、嘘。へえ。阪神甲子園球場より、セブンイレブン対オリックスブルーウェーブ、合計得点なんだ。誰？ 1-0-1-0-1-0-1-0-1 か。あ、関ヶ島いた。これ誰？ああ、松坂、松坂ちょっと似てる。ちょっと似てる。伊藤、カブレラいるじゃん。あれ、全然普通の選手しかいないよ。松井和夫いるじゃん。和田和弘。阪神ハート年活までクライマックスで勝ったことがないもんな。みんないねえよ、わら。まだ松田は。いや、みんないねえつが違うのよ。あの、実在選手しかいないんだけど。あれ？あいつらどこ行っちゃったのよ。普通の野球ゲームになっちゃったじゃん、これ。水島新司。これ野球漫画のあれか。おお。振りかぶって。和田が西武に投げた。これドカベンである必要ある？ドカベン感ないよ。もう他球団か引退した気もやな。ダメだオリックスに。え？次のバッターは。谷ってあの谷？安心していると確信できる山本明。ファミスタ初代にいるんだろ？ファミコンのリトルマッツイってる。あの谷か。投げました、初球を打った。カブレラっていうファーストだったんだ。何、危ねえわ。最初は確定し、え、でもなんかいなすぎない？カブレラボポローンってなりそう。あのドカベンたちはどこにいるの？こんな構えの人いるの？この人が漫画のキャラ。トリプル A ストライク。なんかこうエフェクト、エフェクトっていうか、なんか字が出た。オールスターだといないかも。これオールスター取ってないよ。今もさぞすごい投手なんやろな。白目、後にオールスターの打ち上げてしまいました。なるんですよ。てか漫画のキャラいないじゃん。やる気ねえな。内野安打になりました。これ実況がちょっと熱血。三菱が携帯出していたのっていつの頃だ。何それ。今のは松坂が拾いに行かなきゃ。何それ。ドカベンってまだ連載してんの？終わるんか。まだやってるよね。わら、確かエビトで作るんだと思う。これ面白そうだね。いやでもなん、嘘。
オープニングでもうじゃあいいじゃん。シングルヒット。おいどうしようこれ、じゃあもうやめようかな。あれこれ見れないの。アブさんには連載終わったはず。アブさん連載終わった。アブさん急激に終わらせたよね。憧れのキャラクターたちと実在のプロ野球選手が夢のフィールドに集結って書いてるよ。お気に入りキャラを、あ、お気に入りキャラを好きな球団に入団させようって書いてあるわ。まで野球やってたのよ。ああ。ちょっとこれ時間ねえや。ビビン。あ、色直った。ちょっとだからこれ入団させようっていうやつだから最初から混ざってるわけじゃない。これ面白いやつだ。売れたんだよね意外とこれ。うちの店でもそこそこ売れた。野球ゲームとしてはドカベン、ドカベンプロ野球編、野球狂の歌、野球狂の歌平成編、新野球狂の歌、アブさん、一休さん、弓道くん知らねえな、光の小次郎、大甲子園、大甲子園っていうのがよくわかんないんだよな俺。男同胞甲子園、あれ別なのこれ。おはよう慶次郎、ダントツストッパー、光の小次郎あるのか、なんかそこら辺が入ってるって書いてあるね。地獄甲子園なら地獄甲子園違う。あとね、朝子の野球日記これ、ね、読めねえな字がちっちゃくて。水島新司オールスターやで、アストロ球団違うじゃん。水島新司大甲子園はドカベンの3年夏甲子園がそのまま水島漫画オールスターになる。ドカベンの3年野球、ね、3年夏甲子園が別漫画として書かれてるってこと？バットが火を吹いて投手吸収するんですね。それどれ？投手吸収襲われんのかい？これ飛ばない、ここでディスク一回出さなきゃなんか進まないんだけど、やべえよこれ、やべえよ。ドカベンの3年目が大甲子園。なんか盛り上げ方がちょっと、そうか、ちゃんと年取ってんなね、偉いな水島新司、偉いな。よし、読み込みミスった。横陣優勢打法大好き、それ違うやつじゃん。さあ、来た。もうどうにも止まらない。もうこれもう一回見てやめよう。すごい時期があるよね。あるね。あいつには思い入れがあったんだろうね。でも、あれか。ドカベンって別に3年間で書き上げたわけじゃないんだ。リアルタイムに3年ではない。そっか、すでに野球の 球団に含まれてるんじゃないんだろう。どういうこと、嘘、あっき口柔道漫画だね。あれなんで最初柔道漫画だったかってなんかあれ言ってたよね誰か。なんか最初は野球漫画が連載してたんでしょ、チャンピオンで。他に誰か東京フェスないのかね。俺もあんのかと思った、だと思ったらなんかちょっとオールスター。橋本付近の悪玉をハンターランクするから。ハンターランクしちゃダメ。あれ終わった。あ、なんだろう。激闘プロ野球。あ、これトノマしかないんだね。さあじゃあこれ5分で決着つけようか。最後の1本5分で決着がつくかどうか。もしかしたらつかないかもしれないので、帯付きで状態がよろしくて690円。でした。みんな知っているな、わら。野球好きとか世代なのかな。俺は野球世代なんだけど嫌い。嫌いっていうか、もう嫌い。嫌いだわ、じゃ親が好きで、俺は嫌いになったな。ドリームボール。ドリームボールってなんか特殊な打ち方しなきゃ打てないのかね。俺もそこまで好きではないな。野球はちょっと無理だな。人は多いよな。俺たち世代って野球のさ、と、打ち方とか投げ方とかさ、いや、プロ野球選手の。野球かプロレスの時代やな。そう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 。俺でもどっちもあんま行かなかったかな。もうプロレスの方がよっぽど行ったよね。野球は少年野球やってたけど、なんか、いい思い出はないね。やらなきゃよかったまであるわ。いや、いや、ちょっとその話したいわ、ちょっと。小学生の時に少年野球やってった、いや、ガムです。急だな。その当時野球をやってたってことが結構ね、でかかったんだけど、でかかったんだけど、ガムに出てくるハンマー、当時リアルタイムでマジで作ろうとしてたわ。わらべ夢かな？うん、ドーム違うわ、それ。団地の話じゃないわ。なんか、さあ、これ、決着つくかな？決着つくかな？うおー、ポリゴンだ、いきなり。
さあ開発はどこだこれ。井戸先生のロケット反応か。そうジェット推進。子供の時ってやらされたら大体嫌いになるので、まあな、俺もアメフトっぽい話が好きだった。あーラグボール編みたいな。あ、いた。これもう一枠やる必要あるかな。なんかずっと持ってなかったね、これ。なぜかスプリガンは持ってんのに、なんでスプリガンと比べてるかわかんないけど。あ、こんな話、これ軌道エレベーターなんだっけ、遠心力で保ってんだっけ。漫画原作アクションって買うの少しためらう、バンダイ系列だと特に。そうね、出来はどう見ても悪そうじゃん。スプリガン、スプリガンも出来あんま良くなかったもんな。昔なんか俺をすごい慕ってくれるプレステ1信者みたいな少年が、若者がいたんだけど。え？ガム宇宙格闘編みたいなのあるよね。またやってるの？またやってるよ。ガム全部持ってるのに終わり方が全部。いや、ごめん、わかる。ガンムはわからん。俺、ガンム、初期のやつしかわかんない。あ、え？あー、でも俺、読みてぇな、もう一回。なんかイブニングで連載中。え、イブニング、イブニングってね、いいな。意外性ある。怖いよ。怖い。なんか、あれだね。デッドゾーンみたいな。今3つ目なのか、笑。え？作者出版社と喧嘩したんだっけ。ゴンズ、なんでこんなの拾ってきたんだよ。いいだプリンを1位。いいな。プレステの広角ってエグザクト開発のやつですか。あー、プレステ1の広角はないよね。あー、プレステ1の広角ってあれか、鶴ひろみのやつか。なんて名前でしたっけ。え、ハイパーエリアの元ネタって何。ハイパーエリアに元ネタがあんの。高速グランドールじゃねえの。楽勝ハイパードールじゃねえの。わからん。爆裂ナースじゃねえの。言いてえだけでも。ゼイラムほう。マジで？てか生きてんのこれ。なんで捨てたんだよ。なんで捨てられたかの話が決着ついてんのこれ。サイボーグ少女。そうだ、ゼイラムだ。ねえー、ゼイラムなんだ。ゼイラムってあれだよ、ダンキチナオミのナオミさんがやってたよね。電撃ナースのオープニングたまに聞きたくなるよね。なんで電撃ナースの話になったんだよ。調べた、十夢化成戦記。お、集めなければ。集めなきゃな。全部集めるなら集めなきゃな。喋らないんだね、これ。OVA とかなかったっけね、これ。やべえ、なんか導入がすでになんかもう、なんかいい感じなんだけど。てか、フォントがなんかすげえ嘘くせえな、これ。なんか、ネットしようよ、みたいな感じだ。あー、次はこれやろっか。これ無理だね。イエールに自爆テロしようとして失敗してこの姿になった。イエールって誰？金持ちの方のやつ？スプリガンはフロム開発だったね。なんでガーリーなんだろう。あ、そうだよね。だからなんかフロムのよく出てくるなんかなんだっけ、ムーンライトソードだっけ、なんだっけ、ムーンプリズンパワーだっけ、なんだっけ、あれがあるんだよね。ガリーってそう、うわ、右下はドロMSX みたいになってた今、右下が。月光剣さん。なんで投下されてないんだ。ムーンライトソードか。ちっちゃいな。いや、これ面白かったよね、最初ね。途中からよくわかんなくなったけど。何？伸びてる。喋らねえってか、音がね。結構元気だな。ザレムのさらに上にある宇宙都市がエール。合わせてエールザレム、エルサレム。へぇー。瓦割りでもするのかと思った。ゴンズ。こんな人いたっけ？デブい人。お金かかったん？なんか俺これすごい好きだったな。高校の時だったかな、読んだの。静かなゲーム。面白い漫画家筆頭といえば大暮ゆき人。嘘、大暮は面白くない。絵が上手いだけでしょ、あの人。そしてエロ漫画家出身。丸ボタンを押せばベッドで休憩することがいい。ノベライズ版買うくらい好きだったりする私。ノベライズ版、ノベライズ版ってどういうやつ？ああ、なんか文字の方。ああ、セーブできるぞ。